悠久の流れ。今日は黒熊の滝へ向かいます。風来てろ。右側これ、これは多分ね、それ一中だけな気もするけど。ほんと？いや、なんだ、ここ多分見えちゃうもんな。ここ見えちゃうもんな。あれ、しゃがむと涼しい。ほんと？あ、涼しい。あ、しゃっけ。うん。普通に来ちゃうわ。しゃっけ、しゃっけ。あんま寒いや、これ行きゃ。普通に風来るよ。あ、なんで？ほう、すげえ。そうなんだ。お、吹けの。長さ入ってる。本当だ。なんかやる？何もいねえや。くれくて。お、しゃっけ。本当だ。の、うん。一回貸して。うん、もう吹けな、吹け、タゲ吹け、ありがとう。すげえ。面白かったな。見えてきました。これが駐車場か。車いるの。見に来ちゃう人いるんだけど。あ、看板ある。あ、看板あるな。黒熊の滝。トイレあるや。これが休憩所かな。看板ある。看板見に行こう。黒熊の滝、大地の滝。これか。周回遊歩道が上級者向け。約3時間だもんな。タゲ投げ。大地の滝は観音菩薩が合掌しているように見えると。じゃあ行きますか。黒熊の滝周辺遊歩道。今どこ？あ、こっちが、うん、こっからこういくと危険ってあるよ。危険箇所3箇所ぐらいあって、滝見広場がいっぱいある。収まる。これ第三滝が、うん、じゃあ行きましょうか。黒熊の滝 600m 徒歩15分、頑張りましょう。歩きやすいな、うん、渓流が素晴らしい。さあこの橋を渡っていくよ。こっちにも川が。黒熊の滝まで 250m、 伊豆マニガニ。左か、左っぽいな。ここ登っていきましょうか。ちょっとここきついな。金山見てたな。確かに木漏れ日綺麗だな。木漏れ日。お、なんか奥群あるや。奥群こっち行けんのかな。奥があるよ、ほら。滝見えだ。滝見えだ。あ、ほんとだ。すげえ、白滝が見える。こう行ってみよう、奥群。こう行けんのかな。
ヘビーそう。湧き水じゃないか。滝の水飲むべ。うわ、やぶだ。見れねえじゃん、全然。あ、五色。五色滝奥宮がな。五色滝だよな。だよ。な、多分。とぐろまいた蛇見てたけど。うん、じゃあ、先行くか。後で再生しよう。こっち行けるんです。やべくね、こっち。行けるかな。道なき道だよ。全然な。こんにちは。よいしょ。こっち激しい。道じゃねえ。これやべえべ。お、やべえやべえ。崖だ。無理だ。ただの崖。ただの崖。無理だよ。ただの崖。戻ろう。滝まで早いな。うん、すぐだ。おお、でけえ。おお。壁でけえ。涼しい、風が。ジャンボイ。ジャンボイな。でけえ。滝の様子。滝もできるよ。入ってもいけませんだもん。入る予定だったんですよ。毎晩。何のためにサンダル入ってる。滝の。綺麗だな、でも。これ紅葉時期やべべな。てっぺんどんのちゅべ。滝口。おぉ、流れてる。このまま下に行こう。いっぱい岩砂と使って白くなっちゃうの。こっち来ていいな。観音様合掌集に見える。どこがそうだ。上はダマなのかな、あれ。わかんねえ具はねえ。わかる。これ上半分。上半分。これはダマなのかな。わかんねえ具はねえ。あのポコってなっちゃうからじゃん。あのクパーシューとかね。手だ。そう。あ、これ手？手だべ。おがんじゅう手。なんかマリア様見てたもん。まあ、手4つあるようにも見えるけど。4つ？合掌が2つあるようにも見える。ああ、そういうこと。いい滝だ。以上、黒熊の滝でした。